いっそ。よし。あとは大会前に必ず聴くこの曲で集中力を高めて。音漏れのレベルを超えてます。わざとです。え？わざとです。すいませんでした。危なかった。うまくごまかせた。惰性失敗も当然のように振る舞えばかっこよく見えるはず。よし、この調子で。今日こそは定時で帰りたい。せめて癒しが欲しい。美馬さん、お疲れ様です。コーヒーどうぞ。ああ、ありがとう。よ、多分すぐ戻ってきます。今飲み口間違ったな。ち、君2種類組み合わせたんだね。これもありだな。多分この靴下そのものよりほんの少し普通からずれても当然のように受け入れる気持ちが大事なんだろうな。